最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。こちらは時事ネタニュースの動画です。メインコンテンツにするほどではない案件、できるだけ早く取り扱いたい事件などを配信しています。あくまでも僕個人の考察ですから、エンタメの範囲内でご覧くださいね。チャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。はい、今日もね、時事ネタやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、芸能系のネタになります。アンジャッシュのね、渡部氏とその奥様の、佐々木希美さんについてですね、マカロンがたくさん届いておりました。渡部氏はですね、もう結構ちょいちょい来るんですよね。多目的トイレの事件から、その後なんかテレビに復活しようとしたりする際にですね、ちょいちょいマカロンをいただきますので、そのまあマカロンも今日も一応読ませていただきますけども、渡部さんは来るんですけど、珍しく佐々木希さんが今回トラブルにね巻き込まれたというか、それでマカロンが殺到したっていう感じですかね。まあ、普段佐々木希さんの方は、まあ、渡部氏の不倫の、まあ、被害者、不倫されたね、奥様ですからそんな来ることないんですけども、今回はですね、まあ、加害者側ですから珍しいのでね、うん、でまあ言っても容姿がお綺麗で、昔はですね、佐々木希か北川景子かみたいなね、綺麗と言ったらそれの代表格みたいな人だったので、あんまりこうトラブルとか炎上騒ぎっていうのは、まあ、なかったのでね、そのマカロン来なかったんですけども、やっぱ皆さん綺麗な人の面相とかも気になるみたいでですね、はい、それに対する感想枠のリクエストとかも増えましたね。まあ、綺麗イコール面相がいい、まあ、後で説明しますけども、わけではないんですけども、やっぱこう、お綺麗な人はどっちなのみたいな、綺麗なのに面相は良くない、競争なのか、それとも吉相なのかで、吉相なのにやっぱそう悪いことをしたりするのみたいなのが、今回の佐々木希さんに限らずですね、気になる傾向にあるみたいですよね。はい、ということで、まあ今日もねマカロン読みからさせていただきますので、よろしくお願いします。特命希望様ですね、ありがとうございます。先生おはようございます。アンジャッシュ渡部がまたトラブルのよう、ミルダム初期に先生が名付けられた多目的問いを復活です。言ってたな。今度は嫁も一緒です。反省がないのでしょうか。でも1万円はチップでケチというのは誤報道でしたよね、っていうことでね、特命希望様です。よく覚えてますね。ミルダムね、最初配信やっててですね、ミルダム自体がもうサービス停止するみたいですけども、初期の頃にね、だから多分ミルダム僕やりだした頃に多目的トイレのね報道とかが流れたんだと思いますね。懐かしい話です。で、まあ、僕がミルダムやりだす頃はもうミルダムのバブルも終わっててですね、はい、終わってたけれども、まあゲーマーの友達とかがね、みんなミルダムで配信してたので、まあ、僕も紹介してもらってですね、はい、そこに入ったんですけども、まあこの方のおっしゃるように、六本木ヒルズでしたっけね、多目的トイレの中で、まあ、渡部氏が不倫したと。で、不倫の際にですね1万円もらって、だからなんかそのケチやみたいな話があったんですけども、まあそれについては誤報というか週刊誌の調べが甘かったので、あれはまあ一般の相手を女性ではなくって、デートクラブですよね。某有名デートクラブの、女性が相手で、まあそもそも月100万とか、まあそういうお手当があるから、本来はもうね、その月額、月額決まってるので、それ以上は払う必要はないんですけども、まあ渡部氏からすると、まあそこまで出てきてくれた、まあ足代として、まあタクシー代として、まあ1万円渡したので、1万円オンリーで、そういう行為すべてをやったわけではなくってね、もともともきっちり払ってるけども、プラスで1万円払ったっていうことなんで、ケチという報道はまあ間違いかもしれませんね。悪いことは悪いですけどね、多目的トイレの中でそういうことを不倫をしていたわけですからね。あれコロナのせいでね、まあ表に出たという、東京のね、デートクラブとかは、メインのお客さん、まあ要するにお金持ちですね。お金持ちが、結構中国人のお金持ちがメインになってましてですね、あの当時、コロナの最初の頃思い出していただいて分かると思うんですけども、中国からとかね、あのお客さんが日本に来れなくなったんですよね。それでもうデートクラブの方が運営がね、カツカツになったので、まあそういう芸能人情報を売ろうっていうね、提案で渡部氏の女の子と、そこのオーナーがネタを売ってやろうっていうね、週刊誌に。確かそういう、流れだったと思いますね。だからまあ、とばっちりを受けた、まあ、しょうがないですけどね、もともとその渡部氏がそういうことやってるから、根も葉もないところにですね、無理に話を作ったり、火のないところに煙を起こしたわけではなくて、もともとやってたのが、まあ、そのコロナのね、
煽りを受けて、そういう風にバラされたという感じですよね。まあ、本来ああいうサービスっていうのはね、秘密厳守はずなんですけども、やっぱそういうイレギュラーなことがあったらですね、あのやってる人間とかもね、まあ、そもそもが倫理観とかモラルに乏しい人間なんで、お金に換えられるってことですね。なんか有名人はまあ大変ですよね。ガーシーさんも出た時もそうでしたけども、結局有名人はなんか話のネタとかやっぱお金のネタになってしまうので、まあ、有名税っていうのはそういうとこかなと思いますね。まあ、ただ多目的トイレの中でそういう行為をしていた渡部さん、そしてまあ佐々木希さんがいるのに、まあ、不倫していた渡部さんは許されるわけはないというね、それだけは間違いないです。はい、ということで徳見希望様ありがとうございます。では次行きましょう。アイアン希望様ありがとうございます。今回の事件これですね、女優の佐々木希36歳とお笑いコンビアンジャッシュの渡部健51歳夫妻がピアスなどの制作を依頼したジュエリー職人との間で金銭トラブルを起きていたことが週刊文春の取材で分かった。文春より抜粋、またやらかしましたねということでね。はい、秋葉さんありがとうございます。そうですよね、渡部さんはちょっとほとぼりが冷めてきた感があってですね、多目的トイレの事件から長らくこう謹慎処分、どっかにね働きに行ってるとか、そういうニュースが出てましたけども、そういうの経てやっとこう、まあ、テレビとかにちょいちょい出らした。でまあ、みんなも、まあ、いろんな芸能ニュースとかがあるので、渡部氏のことをですね、まあ、ちょっと忘れたりとかして、だんだん緩まってきたのにまたこれかっていう話ですよね。メディアっていうのは向いてないかもしれませんね、まあ、佐々木希さんも含めてですけども、やっぱこうなってしまうとね、分かんないですけどね、そのトラブル実際どっちが悪いかとか、金銭トラブルなんで、ジュエリー職人の方が悪いのか、佐々木希、渡部氏も言い分があるのかね、だからどういうトラブルかわからないですし、まあ、こういうのは言った言わんとかね、払って払ってないとか、こういう値段って最初から言われてたとか、いや、あの追加料金かかるって言ってたとか、まあ、そういうふうにお互いに言い分があるんで、まあ、こういう揉め事に発生するんですけども、こういうふうなニュースで名前がまた出てしまうっていうのはよろしくないことですよね。また完全復帰みたいなのが遠のいたんじゃないかと思いますね。はい、ということで、アイアキバさんありがとうございます。では次行きましょう。徳見キバ様ありがとうございます。先生お疲れ様です。あの多目的不倫の奥様こと佐々木希ちゃんがジュエリーデザイナーとの金銭トラブルを文春報されました。夫婦揃って文春デビュー、とてもおめでたいですね。時事ネタとして希ちゃんの感想枠もお願いします、ということで徳見キバ様ありがとうございます。まあそうですよね、やっぱこうこのマカロンねくれた方の、まあ、文章を見ててもやっぱこのとてもおめでたいですねっていう風に書かれてるので、やっぱこうもういいように思われてないっていうことなんですよね。あ、これがもうトラブル起こすはずがない人だったら本当にそんな起こしたんでしょうかとか調べてほしいですとか、なんかね佐々木希ちゃんとか渡部さんがそういうことをするはずがないと思うのですがみたいな感じで、まあ、文章も書かれるんですけども、夫婦揃って文春デビューとてもおめでたいですねっていうのはまあ小馬鹿にされてるというか、やっぱこうイメージがもう良くなくなってるますよね。特にまあ渡部さんとか佐々木希さんはああいう事件が起こるまでは好感度が高いタレントさんでしたからね。まあ佐々木希さんは一応その被害者側でしたけども、やっぱそのセットでね、やっぱそういう夫を選んだっていうか、あ、まあそのイメージが少しは下がりますよね。夫婦としてね、夫婦両方ともセットでね好感度高かったと思うんですけども、なぜかこう下がってしまったなっていう感じがしますね。で今回こういうの出ると、佐々木希ちゃんは渡部の被害者っていう感じでしたけども、あ、今回はその、加害者側に回ってるんかっていう風にニュースをね報道されると、あの実際のところはどうか分かりませんけど、そういう目に映りますから、僕たち視聴者ユーザー側もね、結局佐々木希さんも、そういう感じなのかみたいな、まあ、似た者夫婦だよねみたいな、まあ、そういう風に思いますよね。夫婦ってやっぱ似てきたりとか、こう価値観が一緒だからこう夫婦になったりとかね、そういうのもあるので、あんま良くない報道ではないかと思いますね。匿名希望様ありがとうございます。では次行きましょう。また匿名希望様ですね。佐々木希さんが誕生石ピアスで未払い騒動らしいです。夫渡部健も参戦脅迫という記事が出る。あ、まあこれ良くないですね。脅迫とか書かれてますからね。まさかの警察沙汰に。ジュエリー職人は警察署に相談してるみたいです。トイレでわいせつ犯罪したやつがまた犯罪かよ。嫁も一緒でしょうか。匿名希望様です。おっしゃる通り、こう参戦脅迫っていうね言葉が出たらまた良くないですよね。で、まあ一応警察沙汰に、ジュエリー職人さんは一応警察まで行って
相談しているので、まあやっぱり、うん、何かこの夫婦に不備があった、夫婦の方が悪かったんじゃないかなと思いますからね。多目的トイレのわいせつ行為だけでも良くなかったのに、今回はまた一般人のね方を脅迫してるっていう風にこう上乗りされてしまうとダメな方向にね、またまた行ってしまいますね。匿名希望様ありがとうございます。では次行きましょう。 Y 様ありがとうございます。佐々木のみ36歳が誕生石ピアスで未払い騒動、佐々木のみと渡部健の金銭トラブル騒動に衝撃、警察沙汰に発展か、というニュースが上がっていました。正直佐々木のみさんはお綺麗だと思いますが、綺麗と乾燥枠は関係ないのでしょうか。そこのところを説明してもらいたいです。 Y 様ありがとうございます。そうですね、この Y 様のおっしゃるように冒頭でも申し上げましたけども、まあ綺麗イコール喫相であるとか、逆にブサイクイコール競争である、これは男女ともにね、そういう風に、まあ、見られることが多いんですけども、やっぱりまあその言ってしまうと綺麗とかブスとかそういう風に思うのはまあ人の主観なんでね、基準値がないわけですよ。例えば僕ら誰もがですね、 99% の人がこいつ無男やなと思う、思ってる人でも、いや私はかっこいいイケメンだとかいう人もいますから、そのまあ基準値が決まればね、これがイケメンだとかこれが美人だっていうのがきっちり決まれば相関性とか計算できるかもしれませんけどね、そのデータから分析してね。ただ今の段階では綺麗とか可愛いとか男前とか無男だっていうのは、まあ人の感覚にもよりますよね。まあ、皆様も自分のプライベートであると思うんですよね。あの人かっこよくないみたいなやつは、私全然好みじゃないとか。まあ正直ですね、まあ、佐々木希さんとかも誰もが綺麗というレベルなんですけども、やっぱ中にはですね、タイプじゃないとか綺麗と思わないっていう人もいるんですよ。これはね、本当に。広末涼子さんとですね、あの熊五郎の動画、騒動になった時もうちのチャンネルで何本か動画上げたんですけどね、その時もやっぱコメント欄に各動画に絶対一コメントか二コメントは、私は広末涼子を綺麗と思ったことがありませんとか、そういうコメントが絶対ついてましたから、その綺麗っていうね部分、そのまあ美的センスの違いですから、あとはまあ国によっても違いますよね。昔なるほどザワールドっていう番組でやってたんですけども、日本ではその綺麗と思われてないタレントでもですね、アフリカの国に行ってアンケートを取ったらですね、めっちゃ綺麗に思われてないとか、なんかまあそういうルッキズムバリバリのクイズがありましたよね。まああれは時代だと思います。コンプライアンスが厳しいですね。今の時代やったらああいうクイズはできないと思いますけども、あれまあ昭和ぐらいだったんでね、まあそういうクイズやってましたけどね。はい、なんでまああんまり相関性がないって言わざるを得ないかなとは思いますね。やっぱ綺麗の基準が決まってないんでね。はい、まああの感想学的には競争喫相っていうのはある程度ね、こうだったら喫相、この場合は競争と呼ぶ、まあイコールそれが善人である悪人であるっていうのはまた一致しませんけどね、まあ、そこもやっぱ勘違い皆さんしがちなんで、競争だから罪人になる、喫相だから善行すると、まあそういうのも別に決まってるわけではありませんからね。それこそ政治家とかほとんど競争悪い顔の人多いですから。はい、ということで Y 様ありがとうございます。はい、次行きましょう。マカロンの様いつもありがとうございます。ケンケン先生こんばんは。女優の佐々木のぞみとお笑いコンビアンジャッシュの渡部健夫婦がピアスなどの制作を依頼したジュエリー職人との間で金銭トラブルが起きていたことが週刊文春の取材で分かったという記事が出ていました。夫婦感想学希望です、よろしくお願いいたします。まあね、ちょっと後でちょろっとねまたやりたいと思います。これあの時事ネタ動画なんでね、メイン動画でありませんからね。マカロンの様いつもありがとうございます。では次行きましょう。これ最後ですね。牛ジャッシュ様ありがとうございます。アンジャッシュの渡部健が6月21日放送だから 今からちょうど2ヶ月ぐらい前ですねの5時に夢中で地上波生出演だそうです。これを受け SNS では多目的トイレは見たくないと批判が殺到しています。正直多目的トイレを使って不倫したことと、奥様が佐々木希さんという誰もが知る日本を代表する美女だということから渡部健のイメージ回復は不可能だと思います。芸能界復帰は諦めて表舞台には出ずにその他の仕事を頑張っていただきたいですということで、牛ジャッシュ様ありがとうございます。まあおっしゃる通りこの時点でね、6月21日ですから今から2ヶ月前の時点で今のジュエリーの話が出てないんですよ。出てない時にもですね、こういう風にテレビにちょっと出ただけで批判が殺到するわけですから、今回の件でですねさらに拍車がかかった、さらにテレビに出にくくなったっていう感じじゃないですかね。なんか前の時点でも大手がかかってたんですよ、リーチがかかってたんですよ。今回のですねジュエリー職人さんとの金銭トラブルで積もったっていうところじゃないですかね。
はい、だからもうさすがにもう積もった場合はもう終了。牛らしさんで言われるように芸能界という仕事だけは諦めてですね、他れば頑張ればいいと思うのでおっしゃる通りだと思いますね。はい、ということでこのニュース読んでいきましょう。はい、これですね、8月21日ということで、まあ、昨日のニュースですからね。渡部健夫妻と金銭トラブル報道、ジュエリー職人の制作拒否、66万円請求、警察相談リークに違和感というニュースですね。8月20日お笑いコンビアンジャッシュ渡部健と佐々木希夫妻の新たなトラブルを文春オンラインが報じたと。何でも2023年4月に誕生した第2子のためにジュエリー職人 A 氏に誕生石ピアスのオーダーメイドを依頼した佐々木、ところが期限が過ぎても一向に入金されなかったため A 氏は制作自体を断ったというもの。4月ってダイヤモンドでしたっけね、ちょっとうろ覚えですけども、うん、誕生石ね。 A 氏はキャンセル費用など、計66万円を請求すると夫の渡部から謝罪と入金の報告がなされたのだが、 LINE ではこれで全てが終わるのか、まだ遺恨が残るのかとの穏やかでないメッセージも。振り込み期限の相違があったと主張する佐々木側と A 氏の見解が食い違い、共に警察に相談している状況に。第一子の時も指輪制作を依頼したという知らない仲ではない両者だったが完全に決裂してしまったようだ。まあね、文春オンラインの記事から察すると A 氏本人が取材に応じ、さらに夫妻とやり取りしたメッセージのスクリーンショットも掲載されたことから A 氏もしくは近しい人物からの情報提供が伺えるのだが、一連のやり取りには違和感も覚えるということですね。あ、やっぱ合ってましたね、4月の誕生日ダイヤモンド。まずは佐々木はなぜすぐに入金できなかったのか。 A 氏からの催促に明日と明後日仕事とかで時間なくて来週チャレンジしますと独特の言い回しで忙しいことを理由としている。将来子供に渡すものだから予算はいくらでもいい。当初は予算度外視のオーダーをしていた佐々木、しかしながら4月の誕生石といえばダイヤモンド、モルガナイトと素材費や材料費の高騰が予想できる。さらにオーダーメイドとなればデザイン料なども含めてかなりの価格になるだろうと。まあ当然ですよね。佐々木の予想をはるかに上回る請求書が送られてきた、もしくは夫の絵の相談なしでオーダーしたことも考えられる。なるほどね。ご存知の通り夫は不倫騒動で一時は仕事を失い、超高級マンションの売却も伝えられた夫婦だ。スポーツ紙芸能デスクが真相を読み解く。損失を補うための賠償金も支払ったことから2人は思うほどの余裕ある生活を送れていないのかもしれない。それに今時スマホから24時間振り込みができる時代ですよ。まあそうですね、チャレンジしますとこの言葉も違和感しかない。まあおっしゃる通り、もう今の時代はね、みんなこうネットバンクとかがある時代ですからね、チャレンジしますっていうちょっと表現おかしいんですよね。まあ別にその仕事とかこういうのを発注とかだったら何月何日に振り込みますでいいんですけどね。はい、また A 氏が制作自体を拒否したにもかかわらずキャンセル料含めて66万円もの大金を請求したこと、高額すぎるように思えるけど、これに関してオーダーメールであれば仕入れや材料費のほかデザイン料、時間と労力も含めたキャンセル料と見れば一概に高額と言えないでしょ。いや全然高額じゃないんじゃないですかね。今はもう金とかも高いですからね。はい、まあ、金ダイヤモンドとかまあまあいいのを仕入れてたらですね、まあすごい額になるんで、まあこれはどういうのを頼んでたかによりますよね。カラーダイヤの天然物とかだったらね、少々カラット数が小さくても、すごい高い値段しますから。はい、だからそのこれに関しては高い安いっていうのはないと思いますね。はい、ということで、まあ、ここら辺が厳しいですよね。脅迫や恐喝、強要などがあれば警察動く案件になるかもしれませんということで、まあここら辺動いた時点でも完全アウト。ただもうこのニュースが出た時点でですね、もう渡部氏は、まあ、芸能人戻ってこようとなんとかしてましたけども、まあそっちはもう完全アウトとしか言いようがありませんね。他のジャンルの仕事、芸能界以外でまた頑張って働いたらいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで今日も行きましょう。今日のキッチャイ。はい、今日も来ましたね。アホコメじゃなくてね、キッチャイなんですよね。これ昨日か一昨日の地震の予言失敗すなっていう動画に上がってるついたコメントなんですけども、意味はわかんないですよ。ほんとね、あたおかの人っていうのは意味のわからんコメントしてくるんで、そのやめてもらいたいんですよね。ちょっとさ、反論とか、まあこっちも間違ってましたとかね、なんかそういうのも言えないんですよ。何書いてあるかわかんないんで。君の動画に載せたや本人は本当の転生主よ、政治家より上にです、申し訳ない、アメリカより上です、この世界は壊しております、核兵器減らさないから、軍国しているため天柱災害にしていく、増税してら関東壊します、教えましたよ、こちらは本物からのだからね、直接伝えました、転生した時代の主よ、気候変動は罰です。なんかもうそのね、感覚もね、海外の人なんですかね。でもこれね、ひらがな書いてあるんで、
海外の人ないと思うんですよね。意味がちょっと分かんない。翻訳ソフトを使ってなんかこの全角スペースがちょい入ってるんで、もう意味が分かんないで、そのアメリカより上とか何が上とかがよく分かんないですよね。なんかもう完全にまあスピ人間やと思うんですよね。その時代のなんか主とか、はい、なんかそういうの書いてあるんで、そので核兵器とか、まあ、実際にあるリアルなものと合わさって、まあ、スピを展開する、まあ、非常にこう気持ち悪い、うん、この地球は死刑なのです書いてますけども、あちょっとね、こういうのがもう一番困る。もう答えようがないし、なんて書いたらわからんし、でやっぱこのスピとかまだビジネスでねやってる、まあ、スピ中はいっぱいいますけども、まあ、あいつら金儲けとか、わかりやすい目的があるんですけども、まあ、こういう本気のやつが一番怖いですね。はい。この間の、今日のキッタイのコメントに来てましたけども、除霊してるとか、スプレー振ってるとか、本気で思ったやつね。ああいうやつが、やっぱ一番怖い、一番やばいかなと思いますね。僕も関わりたくない。スピチューバーとかわかりやすいですよ。もう全然その、ね、霊とかおれへんの分かってんのに、お金儲けのためにやってるだけなんで、もうそっちは非常にね、狙いとかよくわかるんで、対応できるんですけども、こういうやつちょっと意味がわからないし、多分これこそは本物のキチだと思うんで、ちょっと対応ができません。そしてもうコメントをやめてください。はい、ということで、本日もありがとうございました。8月31日、マジシャンあずしくんによるコールドリーディング、ホットリーディングのセミナーが大阪にて行われます。今回は生中継のライブチケットも販売しますので、現地に来れない方も一緒にレクチャーを受けれます。大阪会場は席がかなり少ないので、気になる方はお早めに概要欄にあるショップからチケットをご購入ください。それでは8月31日よろしくお願いします。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いいたします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。